おダウンほら、タケルまっすぐ下がるから。おー、ノー。Welcome to family time. 僕の名前はナオトです。チンです。一応兄弟です。一応兄弟です。一応のところですね。はいはい。えー、タケル VS。相手の名前はパンさンパンジーン。失礼だね、お前。だって。 そんな感じじゃん。まあね、あみんなそんな感じで試合見てたから、たけるの復帰戦だ。<laughs> そう、ね。たける VS 誰知らない関係ないっていう感じで、うんうん、とりあえずこの相手をボコボコにして、うんうん 一方的に形容して、はい、ロッタンとのマッチが見たいっていう感じだったからはい、はい、まあプロモーターもそういうふうにこの試合を組んだと思うし僕もそういうふうにこの試合を見てたけど、はい、見る予定だったけど、うん、見てる予定だったまあそういうふうに、ねね、そういう展開が見られると思ったけどそうでもなかったということで <laughs> この動画ではサス VS <ケ>ル、はい、を見て。 まあその感想を伝えたいいと思います、はい、でその感想を伝える前にあの皆さんに本当に理解してほしいものがありましてそれは僕<ー>タケル選手大好きです、はい、昔から大好きだから<ー>本当にこのチャンネルが存在してるでこのチャンネルっていうと c a c t c a s とファミリータイムはい、はい、が存在してる理由はタケル と天心だからね<ー>その2人を見て格闘技を取り,、はい、取り上げるようになったから、はい、本当に、はい、まあちょっとつな一方的だけど、はい、タケル選手につながっているところがあるって僕は感じてるんですよ、ね。はい、だってはい、はい、タケルと天心ぐらいですよね、本当に7年間前から毎試合見てきてるっていうのはあ本当にその2人だけ、はい、で井上尚弥はまた後から。 フォローしてる選手はいっぱいいるんですよ、ガーボン・ダ・デイブスとか好きですし、いろんな好きな選手はいるんですけど、毎試合見るっていうのはなかなかないじゃないですか、本当に井上尚弥、天心、たける、中谷潤とも最近だから、はい、ねえ寺地健司郎も、まあ、最近で言っても2、3年前からっていう話なんだけど、7年間ですよ。ね チャンネルを YouTube を始めた頃からたける選手の試合を毎回見てるからもう大好きなんです、はい、っていうか嫌いになるところがないじゃんそうです、ね、かっこいいイケメンジェントルマンスポーツマン。はい ファイトスタイルが面白いっていうか、はい、試合が面白いファイトスタイルもねなんか男っていう感じじゃないですか嫌いになるところがないからなんか試合が面白いだけじゃなくてなんか元気づけられますよね武内、うん、選手の試合はそう本人実際ねフェイスとフェイスで会ったことないんですけれども、うん、なんか好きだねっていう感じになるじゃないですかまあ 男にモテるし女にモテるっていう感じだよね<う>、うん、モテモテですねま何、あまあ、な,な,んなんだろうねまあ女は彼と一緒にいたいで男は彼みたいになりたいっていうことわざが英語であるんですよね Girls wanna be with him guys wanna be like him って言うんだけど、ね、もう本当にまさにそんな人だから、はいはい、あの竹内選手 好きですっていうかもともと僕がたける派でなんとか天津派でその YouTube カメラを回して喧嘩して「いやたけるが勝つ」「いや天津が勝つ」を毎回やってきてそれが那須川会長が YouTube で見かけてああんか面白いなって思ったんだろうねで偶然に水道橋で那須川会長と天津もいたから天津とって。 それが、ね、5年、4年前の話で、テップンジムに遊びに来なよって、ね、うん、インバイトされて、実際行ったし、はいうん、その頃から那、ね、須川会長がよくしてくれたから、だから今、でも、ね、那須、うん、川会長大好きですよ。はい だからこそね天心寄りって言われるだけ、うん、いやそれはちょっと違うなって思うスカウカと天心別人だからまあそうですよね全然そういうところは忖度してないんですよね <laughs>、はい、だから、まあ、話がちょっと飛んだんですけど、うん、ポイントは武尊選手は大好きですファイトスタイルも好きですし、はい、僕は完璧な選手よりも穴がある選手でも<ー>ガンガン。 アグレッシブに相手を形容しに行くタイプが好きだからこそキャシメロ<は>まあ日本人から嫌われてるけど僕は彼は好きですよでなぜかっていうとまあボクシング技術では穴があるしいろいろあるんだけどでも相手を毎回倒しに行くところそういうのが好きだからそういうことですねでまあこの試合のまあ技術面の話になると、はい まあ直人とにライブで見たから、オ人は俺が言うこと全部知ってるんですが、もう一回ね、聞かせてもらいますね、うんはいはい。もう一回, <laughs> 回聞きたいです。<laughs> まあ、僕忘れがちだからね、相手の名前忘れちゃったりしちゃうから <laughs> う。たける選手ってやっぱり前に出ていくときは強いじゃないですか、前にプレスをかけていくファイターだから、はい、もう前に行くパワーはすごいんですけれども、なんか下がって戦えるような選手ではないんです。<ー>で下がる時は本当に 前からの癖なんですけど、まっすぐ下がるんですよ、まっすぐ下がる、<ー>でも、前に出るパワーが強いし、パンチと蹴りにも、まあ、相当な威力が持ってるんで、相手もなかなかそこまで追っていきたくないところがあるんですよ、だから、相手が<ー>ワン、ツー打つと、武尊がバックステップで外すと、そっからなんか踏み込んで、スリー、フォーまで行く選手、行く選手はいないんです。はい リスクあるからそこで武尊選手が一発合わせたらもう終わりだから、はい、怖いじゃん、はい、そんなアグレッシブに追っていくのは、はい、だから普段はバックステップで外してもそこで終わるんですよただこの誕人選手はまあいい意味で空気読めなくて、うん、ワンツーで武尊選手がバックステップでそれ外すと飛び込んでフックからストレートとかもう打っていく、はい、そういうようなワイルドな選手なんで,、うんうん、でそれで武尊選手を <coughs> フックでねえ ダウンしたっていうことなんですよね。ワン単人が、まあ、まあリープレイリープレイを見ると分かると思うんですけど、単人、うん、がワンツー打って竹内選手はバックステップでそれを外してまさかここから追っていくことはないでしょって思って両手を下げました。両手を下げて左フックを食らってダウンされたからということですよね。はい、でも、はい、そのダウンされる前から単人はそういう風に追っていく。 行ったかワンツー飛び込みフックってそういうふうにアグレッシブに攻めていったから何回かやって、うん、何回かやったあともう一回やってダウンを取ったから武<ー>ル選手はそういう癖とかそういうパターンとかこの選手は意外と飛んでくるねってもう理解してるべきっていうかもう気づいてるはずなんですよ。そ世界トップで いられる選手はやっぱりそういうミスはしないんでだからこそ世界トップにまだいるっていうわけな,んでなのでそういったミスはやっぱり許されないじゃないですかダウンされたからそういうことなんですよ。うん、なかなかねガード両手下げてまっすぐ下がるのはもうどんな格闘技でも NG と基本の基本じゃないですかだからそういうことなんですよね。な でも、最終的に KO したから、はいで、その KO する前からカーフキックもめっちゃ効かせてたし、カーフキックの当てた部分とかも、すごいハイレベルな技術なんですよね、ーまあカーフキックっていっても、はい、まあ大きく言うと、足、ローキックっていっても、ここからここじゃないですか、全部がローキックになるんだけど、うん、ローキックをって、やっぱり狙う部分もありますね、武尊選手はここにもカーフキックを当てたり、 ここにも当てたり<ー>ももにも蹴ったこともあるし、はい、その狙うところが違うことによってボギーをしづらくなるんですよね相手側としては。あと聞くところもいろいろ細かいんですよね、まあ、最終的に言うと。ここを蹴るのとここを蹴るとか本当にこことこここの前側もだ、はい、から繊細な顔、まあ、と同じ。 聞く部分があるんですよ鼻、はい、顎、テンプルとか、はい、足もそういうところも同じねあんまりいないやこういうやしないとローキックマリアしてこの話しないけど <laughs> 僕もローキック好きだったから、はい、そういうところもやっぱり。 あるんですよねラッケル選手はうまく混ぜるし狙いもいいし<ー>、うん、ちゃんと的確に当てるから効く場所に当ててるて。うん、聞く場所に当てて蹴る角度もめっちゃうまいから、はい、うんなんかどれほどこのローキックマニアの話すればいいのか分かんないんですけど <laughs> 例えば、<laughs> このカメラも見えるよねはい、はい、例えばここでローキックが当たってすねが上に滑ると。もう まあ効かないんですよね、はい、インパクトは上に流れるだただ、ローキックがバーンってここに入ると痛いんですだから、こうどういう過去で、ね、こう下から上にいるとこうなるわけですかり。上から下も入るしこう横でも入るからそういう上に滑らないとか威力が流れない、まあ、パンチもまさにそうだけど本当にローキックってやっぱり細かい技術なんで,で武田選手はそういうのを持ってるからそういうのもいない、ね、だからこそ2発ぐらいでも。 ね、単純を聞いいてたじじゃゃないですか適当なローキックだとその2発くらいではそんな,な,、うん、なんかやめてみたいな普通はないよね、うん、普通はないじゃないですか<ー>はい、はい、だからそういったところは本当にハイレベルだと俺は思うしあ,<ー>あとはまあ まあ、最終的に僕の,僕の意見なんですけど武尊の一番の武器はローキックその左インローペチペチ蹴るあれこの試合で出さなかったんだけどスーパーレッグも困ってたからね、うんうん、あとはその右カーフとか右ここいいところ当てるね右ローも。はい <laughs> 彼の一番の武器はそれだと思うんです、インパクトもあるし、狙いもいいし、センスもあるんだよね、いつ打てるかっていう。でも、パンチの選手と思われてるじゃないですか、パンチが重いとか。でも、彼の試合を見ると、パンチを食らって耐えてる選手はかなり多いんだよね。スーパーレッグもそうだし、この選手もパンチ結構耐えてたから、結局、ボディが効いて。 でもパンチは結構受けてたからね、ノーガード、はい、ただボディを守ろうって言って、パンチ食らってたから、はい、スーパーレッグもそんな感じだったから、パンチは重いんだけど、そんな変なパワーまでは俺はいかないと思うんだよね、はいはい、でもあのローは変。 変にいい。<laughs> ああ、なるほど。うん、だから。うん、まあ、すごい、ね、試合をそういう風に冷静に見ると、納得しますよね。パンチをもらっても、いや、これはうまくいければ、いけるってなるんだけど。カーフキックとか、ボディもらうと、もう、全ガードとか、スタンスを変えたりしないといけない。そう、あの、ね。前襟三日月蹴りも、やっぱり、あ、れは重いから。<はい S 1> 蹴りが重いんだろうね。それを別として、まあ、倒すシーンも。パンチ、膝。 ボディ三日月蹴りいろんな武器を混ぜて倒したからそれはねすごい良かったと思うしジャブもねしつこくパンパン出してたからスーパーレック戦では見せてなかった武器は見せてたっていうのは感じますねはいはいでんか一番大事なところはパスしてるから KO で勝ったはいそうですよねでもねやっぱり あの試合が終わってそのレンダー倒しにいってるところのハイライトも出たんだけど、うん、倒しにいってるところに単人がこの左フックを振って、ね、それがねクリンヒットして一瞬たけるの動きが止まったんじゃないかね、うん、バンって打ってかでもまたその後打ちたてる、うん、でもなんかふらつくまで効いてないんだけどこうくらってバンって一瞬動きが止まるとやっぱり効いてるところはあるんだよねちょっと見えてなくてくらってるからあ<ー>バンって。 一回ちょっと止まるんだよね。はい、だからパンチって、その二発食らえる人連続でバンバンって食らえる人はいない。はいはい、それ言うのが一番聞いたりするから、<ー>バンって止めてバンって、はい、でその二発目で倒すのね結構あるんで、はい、単純がそこバンバンってストレートに繋げたらそこでタケル倒れてた可能性結構あるからね。はいはいはい。はい、でもまあまあちょっとまあ最初にも言ったけどその技術面ではやっぱり。 穴があるってしか言えない本当に、うん、でもやっぱり倒す気持ちが一番強いんだよね、はい、他の選手に比べると一番なんか倒したい相手を倒したいっていう気持ちが強くて、はいうん、それは僕は好きですしだからこそファンがついてるから、うん、でもそうですね あれの話っていうかあの話題に戻ると思うか技術面、はい、もっと成長するべきだとか、はい、井上尚弥は倒すけどそんなのもらわないよ <laughs> って言うけど本当に <laughs>、うん、そういう完璧な選手って本当に格闘技の中で0.1%ぐらいだから、はい、メイウェザー井上尚弥クローフォードとか天心もねキックボクシング49戦無敗だからその0.1%に入るんだよ、ねはい、であとはできないから、はい、あとはできないから、はい、まあかつまんなく。 勝つ選手はいっぱいいるじゃん、はい、でも勝つ、はい、でもそれじゃあ結局十分じゃないっていうのはもうみんなわかるでしょ、うんはい、じゃあ面白い試合するけど技術では穴が開いてるところはあるまあ毎回勝てないっていうことですよねそう、うん、そうでもそれじゃあそれでも完璧じゃないって言われるからでもそれが普通だから完璧っていうのは逆に珍しいから、はい、みんな井上尚弥になれないからみんな天使になれないから自分の持ってる才能を 一一番番に生かすのががやっぱり彼たける、はい、タケル選手にこの、はい、ね触って触れない戦いを身につけろって言ってもできないからうん、うん、<laughs> ここまでこういう戦いして勝ってきてるからそれを変えろって言っても逆効果になると俺は思うし、はいあのー、僕は変えたいと思う変えたたけるが変わったたけるを見たいとも思わないから<ー>本当にたけるはたけるで。はいはい それを見てエンジョイしてる人なんでそういうスタイルのいいところもありますし KO で勝つまあ今は単、い、純スタケルの試合についてはそんな本当に僕の僕が受けた印象はそんな感じで、はい、で試合後ロッタンがリングに上がってフェイスオフして。うんうん まあタケルがねフェイス笑いながらうわ、えりえりてるっていう感じだと、はい、やっとだったんだって、はい、いう感じで見ててやっぱりロッタンのリスポンスは、ね、の今日は楽だったよっ、うん、俺はそんな楽にはないそれを言いながらロッタンの目を見るとやっぱりあの人は、ね、ちょっと怖いねと思ったうん、うん、タケル選手はもうやりくり満々っていうそういう怖さもなんかあるんだけどロッタン目はちょっとね嘘を使わないから、ね、あ<ー>ちょっと思った、面白いねと思った。はい 2人のアプローチが全く違うって、はいうん。で、まあ、ここがやっぱりこの動画のキーポイントですよね、まあ、実現するだろうっていうか、もう多分決まってるし、まるしそのための今回の試合だったと言っても過言ではないと思います。プランは、たけるが一方的に単心を KO して、バ、はい、ッタンがリングに上がって、うわこの試合を盛り上げよう、たけるはスーパーレッグからの試合ね、 から変わってきたもっと強くなったっていうストーリーラインが欲しかったんだろうけど僕はそうでもないと思ってるし多分みんなもそうでもないと思ってるし、はい、ロッター VS 武尊が実現したらもうこれ本当にストレートでいいけど武尊選手勝ち目ないです<ー>誰が何を言おうが俺はこの意見から離れないっていうか、うん、スーパーレックの試合前からこれ言ってるからね、はい、僕は逆にスーパーレックには勝てるチャンスはあって タケルはノーチャンスってずっと言っててずと言るから<ー>でなぜかっていうとたけるの得意分野はロッタンと同じ距離感とかも全部好きななところが同じなんですよ<ー>自分の強いところは結構同じ<っ>、はい、使う道具も武器も結構同じじゃないですか似てるところはあるし、はいはい、だからたけるの好きなところでロッタンは勝負してくれる、うん、だからこそ勝てない。 お全,全局面でロッタンのほうがたけるより優れてると俺は思うんです、す<ー>てで。はいはい、逆にスーパーレッグだったらタケルの得意分野はスーパーレッグが嫌がるの、はい、だからそれを避けていくのだからたける選手がそこに持っていければ勝てる。はい <で>はい、その、ね、瞬間は3ラウンドで見えたじゃないですか、もう本当に、タケルが勝つとしたら、あそこだよって俺は思ってたし、はい、聞かせて連打しかけてフィニッシュ、はい、でそこまで聞かせたら、スーパーレックは、その距離ではそんな怖いもの持ってないじゃん、そこではタケルが勝,勝てる、持っていければ、それも見られたと思う、だからこそ付き合わないから、タケルがそこに持っていけば勝てる。 だ、はい、ロッタンは最初からそこで付き合ってくれるからだからこそ勝てないって俺は思ってるんですよ<ー>チャンスはあ,あ,あるって逆に考える人はいるけどごめんなさいあな,たあなたは間違ってますはいいくら正人さんとか吉田七海選手とか、うん、いろんな人が言っても僕は結構自信あるまあそうですあ <laughs> ロッタンの目線から見るとでもまさにそのける の勝,勝ち筋をそのままロッタンからの方でも言えますよね。いや逆に、この人は僕の得意なところで付き合ってくれる選手だって、たける選手が。逆にどうやって勝つのって教えてほしい。パンチ効かせて倒すのロッタンを、うん、<laughs> ど,うどうやって勝つのをかせるのその,<て>その不可能を、ね、やってくれるかどうかっていうところですよね。三日月蹴りでボディを効かせるっていうのしか僕は ローをちょっと嫌がらせて、いかず蹴りをどっかに入れて、弱らせて、いけるっていう、そういうボディーだよね、結局、でも、チャンスはかなりあの低いですね、確率はかなり低いと僕は思ってて、そうだね、だから、まあ、試合が実現すると俺はたけるを応援するから、ずっと見てきてるし、大好きな選手だから、応援するのはたける、でも勝つのは、 結構自信を持って確実に言える、これこそ激アツオッズになるよ<ー>、ロッタンが勝ちますね、はい、本当に、<ー>それは忖度なしで言えます、いやー、でも、武井選手に、まあ、た <laughs> これが武井選手の最後の試合になりますよね、ロッタンとの試合が。そうだね、ラストマッチになるんだろうね。 ここは勝って欲しいですけどね、うん、だから、ナオトもずるいの。えー、そういうことを言って、みんながナオトいい人だ。え直人、ナオト、ナオトがい終こと言ってるって、みんなそ,うそっちによるから、まあ、言いたいことを言ってるだけだから、だからそういうところずるいの、本当に。 <laughs> だからでもやっぱり、ね、その格闘技やっぱりそのずるいやつが勝つんだよねなんかちょっとずる賢いって<ー>とりあえず勝つよ、ま、俺はっていうのが一番やっぱり格闘技では強いっていうとあれなんですけど、はいはい、でも勝つのが強いっていうわけだから強いっていう話なんですけどうううう名物とかめっちゃずるいじゃん、はい、ローブローをちょっとドンってやると「はい、うわちょっとなん,か、うん、なんでそんなのやるの?」って、はい、相手を悪者にしてジャッジに印象をつけたりするし。はいはい 天使もなんかこ,なんか,こ,か,こかされたら「うん、あじゃ俺の腰,腰がやっちょっとった」うん、って言って超まあずるいって言うとずるいんだけどでも相手が悪いから、はい、そういう反則したからっていうかそう。 変な話、そういう選手こそ、なんかそのすぐあとに、なんかやり返すよね。おー、ロブローって言って、3秒後、ボンって、ロブローっで、相手はムカついて、隠してやるから、レフェリーも見えてないし、で、相手がなんでそんなって、なんかもう一回反則したりする。まあ、そういうところも技術じゃないじゃん、格闘技の。でも技術なのは、ずるいの。だからこそトップにいられるし、カネロもずるいし、ねえ。 リングの中でも外でも、ね、契約とかもいろいろずるいから名技もそうだしうん、うん、でも、勝ち続けるの、はい、で何が一番大事かっていう話になると勝ち続ける格闘家としてほとんどの格闘家はそこを集中して特、まあ、にトップにずっといられる選手は、はい、そういうところも関係してるっていうのも分かってるから、はい、いやコメントで何が来るか分かってる日本人はそういうのじゃないって絶対 <laughs> 来るけどいや、なんか,なんかもう。 相手にできないそんな考え方を持ってる人は <laughs> 何,それ何それ本当にあとオフトピックになるよねはいはいあのー、そうだからモ、ね、ロッタンも僕が言いたいのはやっぱり無視できないその日本人のあれって <laughs> <laughs> 何何日本人がみんなすべて素晴らしい人間と思ってるんですかあのブレイキンダウンが流行ってるのはアメリカじゃなくて日本だからねそうなんですよねどう何、はい、どう思うそれ、はい なんかそれでもうお終わりにする、ね、そ<う>だから、乗ったんはずるいの、<laughs> 結局。乗ったんは。 無理して KO しに行かないから、はい、KO できたら KO するっていう感じで KO ガンガンアグレッシブに攻めてるけどリスクを取るまでパンチをバンバン振っていかないからねえー、そうですかだってなんかガードを下げてもうバンバンバン打ってこよって自分にパンチ当てるってそれは超余裕あるだからそういう印象つけるのもないけど超余裕がないとそういうのはしないしあ<ー>うん,なん本当にやっぱりず,ずるいんだよ俺がガンガンいってるけど相手が逃げるからうん来いよ 俺 KO し勝ちしなくても俺のせいじゃないよってやるじゃん<ー>で結局判定まで,行くで、はいくけどもたけるそんなのやんないからもう逆にガンもっといくからリスクを取るまでガンガンいくから、はい、だから、まあ、そういうところでたけるは正直、はい、もうストレートまっすぐっていう感じで、はい、まあ僕はそのたける選手が好きだからいいんだけど、はいはい、でも長く、ね、トップでいられないっていうのも。 あるからそれってやっぱりそ,のそういう戦い方をすることによって体のダメージとか体のダメージやっぱりそうだね格闘技の歴史を見ると、まあ、特にトップでい,、うん、いられる残る選手を見ると年を取ってスタイルが変わったりするんだよねんみんなそうだから関、はい、根選手はいい意味の悪い意味のスタイルチェンジとかはしてないしなかったと言えるじゃないですか。はいうん うん、だから本当にまあそういう感じでですね。いろんな、ね、人から期待されていて、はい、もう長い期間そ,んそういう立場にいたタケル選手だから、うん、タケル選手なら絶対勝ってくれる勝つだけじゃなくて k をしてくれる、うん、あと毎回アグレッシブに攻める、うん、一歩も下がらないのをみんな期待して見てるから、はい、その期待に応えないといけないものをその責任を背負って。 もう何年も何年も試合をして k 1でね、はい、ワンデーで,です、ね、3試合もしたりするしプレッシャーを背負ってきたプレッシャーがやっぱりすごかったと思うんだよねだから、まあ、ダメージもあるしなんかいろんなものを背負ってきたから結構過酷なシチュエーションを何回も乗り越えてきた選手ですよね。うんうん そうだね、うんまあ、ハートはめっちゃ強いですよ、うんうん、本当にだから、僕もね、武尊選手がロッタに勝てるって言いたいんだけど、はい、僕はもう正直な人だからちなみに僕、勝てるって言ってないですよ、<laughs> うん、う勝ってほしいって言って 嘘をついいてないですい<や>でもそういうのをもう印象つけてるからそれも勝てる、うん、勝ってほしいよって言ったら勝てるってみんなもうそういうふうに取り入れちゃうんですよね<ー>だからんかで <laughs> それでも芯が性格悪いとかめっちゃくるからでも別にいいよ僕は、ね、僕のい、ね、考えてるものをもう言う人っていうか、はい、特にこの勝敗予測とかになるとあそうですよねそうですすねタケル選手は、ね、応援するけど 勝つのはロッタン試合は楽しみにしますかっていうかでもね武尊はラストマッチになるからねもう一回言うけどこんな長く見た選手いないからそれがラストマッチになると悲しいところはあるけどでもやっぱり見ないといけないっていう感じこの単人選手との試合もね普通に武尊が勝って終わるし単人のことも俺もあんまり知らないからなんか。 見たいとも言えないようなマッチメイクだったじゃないですかでも、タケルだから見るってお<ー>僕は毎回見てきてるからここで逃すわけないじゃんって思って見てダウンされて <laughs> やっぱりインパクトを残してくれますね、タケル選手、はい、は本当にやっぱ期待できますっていう感じで、はい、うんいや、うん、頑張ってほしいですね。そうでですすね、うん、武田選手勝ってほしいです そういう最後勝ってほしいです。マジで性格悪い勝ち逃げ勝ち逃げしてほしいです、ね。まあも僕もそう勝ち、うん、勝ち逃げしてほしいです。はそうだね。性格悪い。<laughs> 性格悪い、ね、ずるい。<laughs> いやでもまあ勝ち負けっていうとやっぱりもちろんロッタ選手よりまあ理解できるんですけれども、でもやっぱりそのぶつかり合いに結構興味はあります。やっぱりたける選手は最後まで。 そのガンガンいくやつをロッタンにでもできるのかとかロッタン選手に倒されずにやれるのかとか実も負,けてる負ける前提でてるしそれ倒され,倒されずにケルは誰が相手でもそういうふうに戦うからだから,倒,ら倒すか倒されるっていうあ<ー>スタイルを持ってそれから変わってきてないからだから僕はそれ言いたいの、はい、あ今回もそれをやる。 VS ロッタンでもやるロッタンはそれ知ってる、はい、武田は変わんないロッタンがいろいろ対策できる方じゃんはいはい、うん、そういうところもずるいから頭いいっていうか、はい、勝てばいいっていう考えてるああ<ー>そ,そういくと思いますかロッタンは勝つ,勝つでも多分ロッタンにとってあっまあちょっとクレイジーな話いくけどロッタンにとっても、うん、超ビッグマッチじゃないですかここ、うん、ですっごい観客がいてでみんな、うん このぶつかり合いのこの打ち合いっていうのを期待してみんな来てるわけで、うん、まあロッタンもショーマンじゃないですか、うん、そこをまあお客さんの期待に応えてちょっと自分の持ってる引き出しを全部使わずに武ル選手のその一番強いところでぶつかってくれるっていう、うん、ロッタンはショーマンだけどあの違うショーマンだよねロッタンはアイロンマンで俺は倒れない俺は打たれ強い、うん、あねえ まあ、アグレッシブに攻めるっていうところは同じなんですけど、ワイルドには攻めないよ、ロッタンは。<ー>だから技術はあって、その基本を守る、はい、パンチを打つとこっちは上がってる、だから、はい、強引に KO を狙う選手ではないの、投げ<ー>は違うの <laughs> という話。なるほどねそう だからその二人がぶつかり合って得意分野が同じだったらどっちが勝つのっていう話じゃん。で、なんかそんな難しい質問ではないと俺は思うんだよね。はいはい、<laughs> よ,りよりテククニックがだから、ショーマンだけどロッタンもずるくて自分の顔を殴ればみんな俺を、ね、ちょっとこのタフマ、アグレッシブ、KO マシンって思ってくれるんだろうねって前に出て相手が逃げるし、なん <laughs> で逃げるんだよっていう、そういうショーマンだから。ああだければちょっと 違うんだまあその試合ぶつかりは面白いけどんかうんビッグマッチになるしはいそうだねなるほどもう一つ質問この試合はあともう一回もう一つ加えるとロッタンはいろんな戦い方できるからできるのはできるでもするかどうかするよ勝つためにはするよ勝つためにはする ラストマッチのそういうあれじゃないし調節するよ1分これ,これに戻る,これに戻るそういう切り替えもできるからたけるは、うん、ワンスタイルワンゴールじゃん、はい、でしょそういうこと。 なるほどなるほど井上尚弥もいろんなスタイルできるからねですよね天使もできるしクロフォードもできるしメンワンズもできるしロッタもできるっていう話だからそういうことのその0.1%はそこそこの次元に負ける選手はちょっと違うっていうことだけを言いたい感じでもトップにいた時期は長かったよはいローケンも長かったよでもやっぱりそういうふうに毎回同じように戦う選手はトップに ちょっとといいられないところもあるそのスタイルはやっぱり結構フィジカル的にきついし、はい、変えよう変えろって言っても変えられないから僕はそ,そっち派なんですよこれが彼だからスタイルチェンジし,し,しろって言ってもできないよだから人の性格もある程度変えられるけど、はい、なかなか本品は変えられないって俺は思うから。 それで勝ってきてきるからそこで変えろって言ってて言もなんか逆効果になるじゃん,うん、うん、ずっとこれでやってきたからっていうところで、はい、そういうものなんですよねみんな自分の得意ところがあるから自分の才能を持ってるからその才能を一番まで生かす以上。 それしかできないそれしか人も求められないっていうかそれがフェアじゃないですか持ってないものを求めてもフェアじゃないじゃんだから僕はそう思うの武隈選手とかにそういう感じを気持ちを持っててできないものをやれって言ってもできないから意味ないじゃんはい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 はうはいはいはっはいういは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 いう。いはいはいはいいはいいはいはいはいいはいい なんただスーパーレックの試合だったらなんでもっとなんかコーチが悪い同じなんか技術を身につけてないとかいろいろ言うんだけども、まあ、もちろん成長、ね、誰でも成長するところはなんかあるんだけどでもスタイルってスタイルだから変え,、うん、変えることはなかなかできないとないよね、まあ、スタイルを変えるまあいろんな戦い,戦い方になんかアジャストできるっていうのはあるんだけどスタイルを変えられる人も。 ね、い,るってい,ういるじゃないですか,、うん、かそれがレアだからっていう話<ー>全員ができないのっということで、あのー、僕からは以上ですけど、はい、大丈夫でしょうか一つ面白いことを思ったんですけどやっぱりこの武井選手がそのガンガン、うん、まあ今回の試合でガンガン連打バババ,バってやって倒すじゃないですか。はい、でもその姿 をまあ、見せたことでやっぱりこのロッタン選手との試合もっと楽しみになりますね、うん、なんかああただこれはたセットアップマッチだって見たんですけどでもいざ見てあでもやっぱりちょっと楽しみになるっていう感じでもこのスーパーレッグの試合とその前のフランスでの試合でその前は天津ですよね、うん、それをその後にロッタン決まったってやるとやっぱりちょっとなんか乗れない 感じがあるんですけど今回の試合はこういう感じだったけどでもやっぱりもっと VS ロッタンの試合に乗れるような気分にはなった。最後面白いなと思ったそれが自分はそうなるとは思わなかった。よかったですね。皆さんの意見も聞きたいのでコメントで教えてください。あとはそのチャンネルの登録ボタンそれをスマッシュしてください。いいねボタンです。今日それもスマッシュしてください。次にまたお会いしましょう。バイバイ。 Thank you.